わけで本日はこちら新宿駅西口から徒歩1分ヨドバシカメラのすぐ向かい側にございますラーメン新紅葉さんにやってまいりました。いやー、なんでもこちらのお店、今でこそ唐揚げが乗ってるラーメンなんてそんなに珍しくないんですけれども、こちら元祖唐揚げが乗ってるラーメン、しかも豚ロースの唐揚げ、パイクーメンを提供してらっしゃるということで、そのパイクーメンの中でも冷やし中華が始まったということで、果たしてどんなラーメンなんでしょうか、楽しみですね。それで今日も張り切ってごごいでしょ。というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いやー、グルメ動画を投稿するようになってね、数々のお店を皆様にご紹介させていただいておりますけれども、新宿駅から徒歩1分、こんな大都会のど真ん中にあるようなお店、皆様に紹介してもいいものなのかどうか、自分的にちょっとサボってんじゃね、もっと隠れた名店とか紹介した方がいいんじゃないの、なんて思ったりもしましたけれども、やっぱりね、唐揚げが乗ってる冷やし中華を提供してらっしゃるっていうことでね、もう気になってしょうがなかったということで今回でございます。それでは現場の竹中さん、ほいほい、こちら現場の俺が竹中で、はい、というわけでこちらが鶏冷やしのオムレツ。私の勉強不足なんですけれども、こちら冷やし中華にねパイクーメンがやってらっしゃらないということで、鶏の唐揚げがトッピングされた冷やし中華ということでね、このボリュームですよ、大きいですね。到着した瞬間に冷やし中華独特の酸味の効いた甘い香りが漂ってきて、これはたまりませんね。それでは早速いただきます。はい、それではこちら自家製麺ということなんですけれども、ちょっと平べったいタイプの細麺ですね。ついいつもの癖で冷やし中華なのにフーフーしてしまいましたけれども、麺がツルツルもちもちで甘みの効いた冷やし中華のタレがマジでめちゃめちゃうまいこういうシンプルな味付けにホッとする、もうちょっとね年取っちゃったのかなっていうような、そんな気もしますけれども、いやこれは最高ですね。はい、それではこちら鶏の唐揚げいただきましょう。これですよなかなかね、冷やし中華のトッピングで唐揚げって珍しいかと思うんですけれども、こちらをうわっ、ね、酸味の効いたタレと、これ、ね、鶏の唐揚げの噛んだらじゅわっと広がるね、鶏の脂のうま、すいません空振りしてしまいましたね。いやもう口の中に入れた瞬間、これうまいって体が反応してしまいましたね。鶏の唐揚げの甘酢あんかけみたいな、いやこれはうまいですね。きゅうりトマトのトッピングも爽やかでいいですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやむちゃむちゃうまかった
ったですね。冷やし中華今シーズン初めて食べたんですけれども、このスタンダードな味わいにプラスされるあの鶏の唐揚げね、衣がサクサクで唐揚げ自体のパンチもありますし、麺大盛りも無料だっていうことでね、むちゃむちゃボリュームもあって、いや大満足でしたね。新宿駅西口という激戦区で長年愛されてる理由っていうのがね分かった気がしましたね。いや本当に美味しかったです。いやマジで来てよかったなって思いましたもんね。でまあオープニングで言ってた豚の唐揚げのパイクーメンは冷やし中華ではやってらっしゃらないということでしたので、またパイクーメンもね食べに来てみたいななんて思ったりもしました。というわけで皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なのですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカード出てまいります。そちらに関連の上アンケートなど添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後、終了画面のど真ん中チャンネル登録ボタン、竹永おすすめ動画なんかもありますので合わせて見てみてください。以上こちら新紅葉さんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ